はい、皆さんこんばんは、高知市から、参加をさせていただきました高知市役所踊り子隊、人数少ないですが20数名、踊らさせていただきます。先ほどの説明にもありましたが、8月の9日から、12日まで、よそこい祭り、開催をしております。踊り子だけが、主役になる祭りではなくて、それぞれの町が主役で、それぞれの、準備していただいている裏方さんも主役で、もちろん踊り子も主役で、そういった、お祭りです。ぜひ、高知の方に足を運んでいただいて、まだ、違う、このよさこい祭りというものを楽しんでいただきたいと思います。私たちも、昭和29年から、踊り続けています。今年が71回目になります。こういったなかなか賑やかな華々しい踊りではないんですけども、一服の清涼剤としてこの70年前の、空気を、楽しんでいただけたらと思います。たかか成長されど成長、高知市役所のこの成長をお楽しみください。それではよろしくお願いします。よっちゃ